はい、どうも、タクタクです。無装備をやっていきましょう。なんか、前回、降りた途端に、バタンってなって、で、ここに、飛ばされたわけですよ。で、この先で、悪くないよ、みたいなことをおにゃんこに言われる。上の道へおいでって言うから、下の道に行ってみようか、今度は。下の道は、おいしくない？あれ？気は何も悪くないんだ。だから上の道へおいで。を連続で無視して、下の道を行き続けると。ほう。これダメなわけ、もうこれは。もうダメなループが始まってるわけ、これは。これちょっとしつこいな、こいつ。上の道ってどこやっていう。ああ、上の道行っちゃった。ああ。これダメなんだ、じゃあね。このままじゃね。え、どこで間違ったの？私は。お、ここだ。なんか、分岐見てきたんですよ。おまけ部屋でね。で、困ってたよと言って、あなたはの後、なんとかなんとかだよって言うじゃないですか。え、なんて？早くこっちにおいでと。これ入らないでしばらく待つと。いいの？これ、待ってりゃいいの？これ。え、どんぐらい待つかわかんないよ。どんぐらい待つかわかんないんだけど、ああ、来た！おお！意外と早かったよ。急に暗く。これどうすんの？これで。セーフだったってこと？お、黒い人いるよ。なんで？なんで進むの？もうやめようよ。どうせ〇〇に出会ってたって何も変わらない。いいことなんてない。どういうこと？ここは一体何なの？知らなくったっていいよ。だっていつもそうじゃない。何もできなくったって。何を言ってるの？わかってるくせに。あ！ひよりちゃん。自分に嘘ついたって何もいいことないよ。ここにいれば私はずっと嫌な思いしなくて済む。でも、私は、元の世界に帰りたいの。だから。帰ってこれた？お、帰！やっと目覚ました 目覚ました。噛みすぎ 私、急に倒れたんだよ。そうなの？全然目覚まさないし、死んでしまったのかと思ったよ。そうだ、私、夢を見て、それで、は、夢？うん。なんだ、夢かよ。なんだって。のんきに夢なんて見やがって。人がせっかく、え？なんでもない。もしかして、心配してくれてたの？してない！全然してない。そう。ありがとう。何の俺？やめてくれない？そういうの。別に。言いたくなったから言っただけだよ。ねえ、ナオくん。何？絶対に元の世界に、元の場所に帰ろうね。言われなくても決まってんじゃん。誰もこんなところに長居したくないっての。うん、絶対だよ。おお、大丈夫だった。何するんだっけ？まだ寝ぼけてんの？一階に来いって電話があったから戻ってきたんだろ？あ、そうだったね。とりあえず一階回ってみようかな。一階をね。まあ、セーブしようかなだよね。やっと抜けれたから。で、黒電話。あ、ここからかけてきたってことか。そういうことじゃないね、多分ね。いや、ここでも見たところでな。出てイベント発生するみたいな。今何持ってんだっけ？ナイフか。あの緑ナースを、グリーンナースをちょっと、これで、楽にしてやることはできそうだけど、そういう効果はない。楽しかった。ええー、ここか。楽しくなかったよ。絶対なんかいるし、ここ。あ、いないか。へえー。この辺にもう何かあるという気はしないね。なんか光ってるでしょ、多分あるとすれば。用具室。ええー、用具室から出てきた？俺。出てきたね、さっき。ということは、こっちですか？こっちですね。うん、嫌だ。寄らないで。ここもうないかな。なんか、一回来たからさ。わお！どこ？ナースコールだ！ナースコール。
あそこから音が、ナースコールが、あれ ?305 号室だっけ、チカチカ光ってる。305号室。やんだ。305号室に行こう。ってことは3階か ?1 階に行こう言ってたけど、ここは関係ない。ん?暗証番号式の机みたい。3つの数字が合えば開くみたいだけど、何か入れてみようかな。おお!あった?今んとこそんな要素。ワン、ツー、スリー。あ、違う !305! ここ 305! ああ、そういうことか。何か光るものがある。ベッドの鍵!そういうことだったのか。305必死に探してたわ。おお勝手にダイヤルが。もう今回りましたよね。ベッドに行きまーす。ベッドはここ。OK。どんな構造?あ、ねえ、どうした?何?さっき夢見てたって言ってたよね。うん。どんな夢だったの?絵本みたいな感じの世界だったよ。綺麗な草花とかあったり、動物が喋りかけてきたり。あんたらしいのんきな夢だな。もう。でもまあ、ここよりよっぽどいい場所じゃんか。そう言われるとそうかも。でもやっぱり夢は夢だから。現実の方がいいよ。ふーん。うわ、鏡。なんもないの?ありそうな。意味がありそうな鏡は何だったんだ?ここは?お、なんかお花が。いい!血塗られた!手術着のようなものがぶら下がっている。丁寧に読んで。あ、なんか血が!何かあるぞ。お、霊安室の鍵。赤黒いシミがね。日和ショック受けてました。霊安室だから血、うわぁ霊安室霊安室じゃねえ。いっぱいいたよ、骸骨中が。ねえ。これ何号室?ここ3、いや違うな。2階だもんな。何号室かわかんない。あ、かかっている。20、わ大丈夫か?あ、人間標本みたいのがあったのに今。鏡もあるよ。いない。ベッドはどことなく膨らんでいる。医療道具らしきものは並んでいると。なんかあったのかね。煙のような匂いがする。ほ、どういうこと?お、あ、なんか今映った、今、また映ったよ。あ、何?匂い?ナイフの匂いする。ナイフをあげる。これ、ナイフの匂いってわかるの?すごくない?ナイフをカーテンの隙間から差し込んだ。これ、好き。あげる。花を手に入れた。誰もいない。うわい!ここからチラチラ見えてたよ。お花だ。黄色いお花。なんだろう、これは。行っちゃっていいのかな?これ1階かな?あ、じゃ、地下かも。うわ!霊安室。ここが霊安室だ、きっと。よし。霊安室の鍵をつけて、いるかな。これって。あんまり近づきたくない。お花お供えしてあるよ。いやー、これが仏!ちょっと待って。平泉聖のモノマネしようと思ったら全然似てなかった。これが仏さん!あ、全然似てないわ。全然ダメないですね。クオリティ低いのでやめましょう。線香が備えられている。火、ついてないな。火をなんか持ち込んだらどうのとかって言ってたよ。そもそもないし。あ、花を、はい。それ、はい、いけた。花いけました。え?なくなっちゃったよ、わらしべ。ん?火ついてない。火なんかなくないだって。まあ、戻ります。お
花だけ行けて何もないよ。もうわらしべ長者終了ですね。あ、またいるよ。お前何なんだ。お前は戻っちゃっていいのかな。詰まっちゃったよ。開かない。ないもんね、アイテムね。あ、花。で変な声出ちゃった。ここ鏡でしょ、今度こそ。あ、ダメ。え、あんまない。やることなくなった。あ、なに？何の音？今鍵の音がしたような。こっちが開いたってこと？ここ入れてたっちゅう。あ、でも開かないみたいなとこがあった、確か。あれ、何か置いてある。ここさ、あ、ちょっと今一発で多分引き当てたんでしょうね。ちょっと飛ばしちゃった。ビスケット。あ、またビスケット。これ私が持っていたものじゃ。まさかのまたビスケット。マジで。わらしべ長者復活ですね。これどうするわけ。お、いつまでやってんの。ごめん、何か気になって。どいて。え、お、開いた。戸棚が開いた。書類の隙間に何かある。マッチ、ありがとう。別に。こうなんかね、メッセージが変わってたんだよね、少しずつ。マッチ、あ、これだ。これで霊安室だ。よし、ここで火をつける。線香に火をつけて。火をつけた。お、また鍵が開く音が。あまり近づきたくないって言ってるよ。これって、ん？あれ、ここじゃないのかな。鍵？え？鍵？あ、もしかして上の階とか？なんか入れなかったとこあるよね。相変わらずこいつ。いや、もう何なんだ君は。え、ここじゃないな。どこかで鍵が開く音、これか？あ、ここだ。ん？どうした？具合悪い？なおくん、その、何？言いたいことがあるならはっきり言って。ちょっと休憩しない？またそれ？別に必要な、ああ。なおくん！は、やばい。すごい熱。やっぱり無理してたんだ。ここなら薬はたくさんありそうだけど、飲ませても大丈夫かな？よもつへぐいと言ってな、みたいな。そんな感じあるよね。待って。薬はいらない。こんな汚いところにあるやつなんて飲まない方がマシ。でもこのままじゃ、俺は平気。そんなわけないよ。今は無理してる場合じゃないよ。しっかり休まないと脱出できるものもできなくなるよ。また。何？またそうやって、かわいそうって目で見るんだ。そういう風に思われたくない子か。もしかして、今までかわいそうって思われたくない、なくて無理してたの？悪い。無理すんなよ。悪いよ。ダメな時はダメだって言ってくれないと。取り返しのつかないことになるかもしれないのに。大げさなんかじゃ。ナオくんがしっかりしてる子だっていうのは分かってるよ。でも、だからって心配しちゃダメなわけじゃないよね。心配？うん、それも嫌？わかんない。暑い。え？暑い。何か冷やすものが欲しい。冷やすものだね。わかった。待ってて、すぐ戻るから。ん？ねえ、何？あ、ありがとう。うん。困った時はお互い様だよ。何、今、調べちゃった。そうだ、ハンカチを濡らせば。確かどっかに水道があったはず。はぁ、あ、はぁ、あ。なおくん待ってね。ってことはトイレ。トイレへ行こう。トイレ行こう。このまま。どうした？なんだかすごく心細い。
そんな場合じゃないってことは分かってるんだけど。え、すっごいゆっくり寝ちゃったけど。え、待って。あ、いいのか、こっちいいのか。こっちあるかな。Nothing。え、なんかすごいゆっくりんだよ。ゆっくりん。こうやってなんか、あ、なんか今出たね。カーン鏡に、鏡に言おうと思ったら、カーン言っちゃったやん。こっちから、男子トイレか。言ってる場合じゃないからね。水は出ないみたい。水は出ないみたい。なんでやねん。なんかどっかにあったでもね。あ、手術室か。なんか水が滴ってる的なこと言ってたもんね。手術室だ多分。一番近づきたくない白い手。開かない、開いた。ここなら。あ、死んだ。あ、生きてる。水が滴り落ちてる。ここなら、あまり YouTube で死ぬ死なないって言っちゃいけないらしいけど、思いっきり言ってるよね、俺。急いで奈緒くんのところに戻ろう。別に悪意のある内容じゃないからいいのか。あ、なに？スーパーナースさん、この足を取って、隠れなきゃ！ちょっと待って！どこに？どこに？おい！隠れよ！ギリだった！手術台の下とか隠れられたのかな？頼むから。おー、見てる見てる。グリーンナース。え、見つかった？早くどこかに行って。あ、なんで音出しちゃうかな？バレちゃうよ。うわ！はいよ！大丈夫、なおくん。助かった。早く戻らないと。私は、紙だ。机の下に落ちてたのかな。なんて書いてある？ん？どうした？あれ？動けるよ！なお。いいの、お前。待ってた方がいいって。走れない。こんな状態で外に出るよりは、ここに隠れてた方がいいな。それに、すれ違いでもしたら面倒だし。おう。お前、体調悪いんじゃないのか。うん。進行が第2段階に進むと患者は、ちょっとちゃんと読めばよかった。そう、ここ入った時、あれだわ、読めなかったんだった。ああ、同じやつ。進行が第2段階に進むと患者は自身が夢の中にいることを自覚する。その状態から無事に回復できるかどうかは、患者自身の力量にかかっている。さっきの分かんない読み方の通り、無双病は精神的疲労から発症されると考えられているため、回復の見込みは、著しく低いでいい。一部では、〇〇に〇〇〇という方法が、〇〇〇以降はかすれて読むことができない。夢。じゃあここは、早く戻らないと。やばい、なおくん。なおくん、私が行くまで待っていて。え、これな、なおくんは無双病患者ってこと？どういうこと？なおくん！待ってて、なおくん。あ！なおくん！なおくん、どうしてここに？まだ、熱あるじゃないの？休んでなきゃいいよ。よくなんかないよ。なんで転がったん、お前。本当にいいんだ。え？グリーンナース来るよ。グリーンナースいるやん、もう。おお、逃げるぞ！逃げなきゃ！もういいんだよ。何か、何言って。あ、グリーンナース。え？これは、ここは、俺の夢だ。笑えるよな。夢の中まで病院だなんて。しかもこんなに。ちょっと、理解が追いつかないんだけれど。どうしてナオ君の夢の中に私がいるの？私がいるの？そんなの知るかよ。俺だって頭がこんがらがってるんだ。ごめん。あ、でも、これでもう安心だね。は？夢ってわかれば、あとは目覚めるだけだよ。そうすれば元の世界に帰れるでしょ？もういいよ。え？俺はもう、なおくん？行きたくない。どういうこと？生きろー！またここか！ここは、なおくんの夢の中でしょ、多分。
ナオ君を探さなきゃ。絶対に一緒に帰るんだから。そうだ。帰ろう、日和。といったところで、めっちゃいいとこ。今回はこの辺で終わりたいと思います。次回、ナオを連れて帰る嘘病を治すぞ。ではまたお会いしましょう。ではまた。